はい、皆さんこんばんは。星空トーク50 minutes、今夜も15分間で天体写真のあれこれを語っていきます。犬塚さんこんばんは。こんばんは。いや、あれですよ、犬に言ったんですよ今。あ、そうですか。ワンって言ったからね。うん、龍之介ですからね。元気がいいですね。あれ、龍之介っていう名前が2匹いるんですか？そんなわけない。そんなわけないね。あ、また別の名前があるわけですね。そうなんです。あ、なるほど。オスとメスですね。あ、世話とか結構大変でしょう。いやいや、そんなことないですよ。あ、本当に、うん、まだちっちゃいんですね。いや、もう結構4歳と。おお、ねえ、あ、犬が大好きなんですね。そうなんですかね。うん、まあ動物好きな人だよね、うん、悪い人はいないでしょう。変態とね。え、変態とね。変態、違う違う、え、誰が変態なんですか？変態。あ、変態。あ、ごめんなさい。変態って。いやいや、とんでもないです。わかりました。でね、はい、今日あれですよ。私がね、ついに私はですね、はい、ほら、冷却モノクロ CCD、ね、昨日、お話ししたね、何を買うか決めました。本当ですか？はい。何でしょう？何だと思います？なんですかね。龍之介さんも持ってるメーカーですよ。お、うん、なるほど。そう、あのね、中国で、まあ、ここ最近ちょっとメジャーになってきた、うんうん、QHY、 おー、はい、あれのねフルサイズのやつがあるじゃないですか。なるほど。どうですかね。私ね、そのメーカーは使ったことがないんですけど、うん、いかがですか？僕はあのガイドカメラをね、はい、使ってるんですけど。なんていう機種名でしたっけ？QHY、ええ、5L2 なんて。あ、2、うん、はいはいはい、CMOS のやつですけどね。ああ、はいはいはい、いや、うん、全然ね頑丈だし、ええ、半年ぐらい使ってますけど、ええ、うん、問題なし、トラブルなしですね。あ、本当に。感度もいいと思うし。で、温度制御はできるんですか？それは、それはできないです、ね、あ、できないですよね。あ、冷やす一本みたいですよね。いや、うん、冷却もないですよ、それは。あ、冷却ないんだ。ないですね。お、冷却なしで何、そんなにノイズが少ない？全然問題にはなってないですか。あ、そうか。これからはCMOSの時代ですかね。そうなんですかね。ねえ、まあ本当ね、センサー一つでね、結構あのほらナローバンドとか極端に光量の少ない、ね、うん、そういう被写体でね、結構その感度の良し悪しって変わってくるんですって。おー、うん、だ、僕らみたいにね、明るい光学系で L で撮るとかっていうのは、うん、そんなに差は出ないんですけどね、うん、うん、やっぱナローになってくるとね、うん、結構違うみたいですよ。あ、そうなんですね。うん、微弱なこういう光の信号、うん、を集めるそういう高感度の意義が出てくるみたいですね。うん、まあね、それはさておき、僕はねそんな高感度のものじゃないんですけど、うん、まあそういうのを買うわけですよ。 QHY11 ですね。あれ、センサーは何ですか？センサーはあの STL の1万1000と一緒の、あ、KAI の1万1000ってやつですね。はいはいはい、はい、だから1000万画素強ですね、うん、はい、ピクセルサイズは、うん、9ミクロン、9ミクロンですね、うん、で僕の L は29050は、まあ、5.4 ミクロンだったかな、うんうん、で、うん、あの画素数が2900ぐらいだからうん、ビニングすると750万画素弱なんですよ。うんうんうん、でそれよりはちょっと多いかなっていう。なるほど、うん、程度ですね。うん、それで、そう、カラー情報。そう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 、うん、まあ 6D はね、ちょっとまあ別のところで活躍の場を持たして、うん、はい、うん、他にもやっぱりね広角系とかもやっていきたいですし、うんうん、まあ、カメラレンズ買ういい理由付けになるんでね。うん、広角のほらシャープなやつ欲しいじゃないですか。ですね。うん、夢ですよね、あの TSE とか ね、 ね。うん、その辺をね、この本当にどっぷり使うんだったら、うん、やっぱりまあ、6D はフリーにしておきたいなみたいな。なるほど。うん、ちょっと贅沢な話ですけどね。まあそんな感じですよ、僕はね。そちらはどうですか？決まりました？ワンバーガーも注文しましたからね。もう特に注文してるもんね。じゃあまあね、この場をお借りして、はいはい、全国の皆さんに何を買うのか。いや、結構毎日聞いてくださる方いらっしゃるんで、ね。何を買おうか知ったことない。そんなことないですよ。龍之介さんが何を買うのか、今後何を使っていくのか、なんか気になるでしょう。そうそうそう、まあフルサイズなんで。はい。まずね、うん、各社メーカーあるじゃないですか。そう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 、ね、FLI でしょ、う
QSI でしょ、はい、あとあとどこ、いろいろありますよね、国内でもあるし、 SBIG、うん、SBIG ね、うんうんうん、SBIG にあとどこがある、もう出てこない、まあ、まあ、QHY もそうだしね、はいはい、うん、だうーん、アポジーもそうだし、うん、あと ATIK もそうでしょ、あ、はいはい、結構いっぱいありますよね、ラインナップ、ありますね、うん、フルサイズって言ったら昔はね STL1 万1000しかなかったですよね、あ、そうなんですね、そう、うん、今ではねもう各社選べる時代ですよ、うん、いい時代になりましたね、ねえ、その中でじゃあ何を手に入れようとしてるんです、僕はですね、ええ、まあそのイプシロンなんで、はいはいはい、使ってる望遠鏡はね、ええええ、うん、やっぱりこの小さなピクセル、うん、微細ピクセルで、うん、そのイプシロンのね、うん、高解像度 の、その情報をね、うん、蓄積するってことで、はい、そういうセンサーを探して、おう、龍之介そしたらね、はい、そしたらね、その小さなピクセルで言うと、はい、ね、2万9000画素なんですね、2万9000ちょっともう一回やりましょうか、いやいやいや全然いいですよ、いやいや全然いいですよ、ちょっと犬に気を、え、なんで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 、いいじゃないですか、うん、いやもう一回なんてないですよ、もうこれ一発撮りだから、いやいやこれ一発撮りですもん、いいですよいいですよ、いくつだっけ、2000、うん、2900画素、2900万画素ね楽しい楽しい、うん、あ、そうですね、2900万画素の、まあ、いわゆる ML ですか PL ですか、ML ですね、 ML、 おお、僕と他 に、はい、他にそうメーカーはもう一個あるんじゃなかったっけ、ないんだっけ、今ないんですよね、だからね、2万9であれを使っていうのと、2900万画素は他にあれあったっけな、違う、2万9000画素と2万9050が一緒になったんですよ、さっきも2万9000画素ああ2万9050っていう、あ、はいはい、ね、ああ、で言い訳しときます、いやいや全然いいですよ、いやなんかね、いやその方がいいんですよ、下手にね、下手に僕みたいにね、29050とか2900万画素とかこうきっちり答えれる方がなんかマニアックで、でどんだけおめえカタログ見てんだみたいな、いやでも僕も相当見ましたからね今回ね、でもそのほらさりげなさがいいじゃないですか、え、何やったっけなって、2万90002万9000いやいいんですよいいんですよ、まあまあね、うん、そうそう、いろいろあるじゃないですか、1万6000とかありますね、1万1000とかね、うん、いろんなシリーズありますよ、そうそうそう、うん、その中で結局なんか論点がずれてきた、まあ、要は微細ピクセル、そうそう、うん、それはなんでかっていうとイプシロン使ってるから、そうです、うん、で今後もイプシロン使っていきたいと、はい、うん、なるほど、ね、トリミング体制ですね、トリミング体制ですね、うん、だって今僕が使ってるのが8300っていうチップなんで、そうですね、同じですね、うん、はい、うん、CCD のセンサーのタイプは違うけど、うん、ピクセルサイズは一緒ですよね、ほとんど一緒ですね、確かに、はい、0.1 ぐらい違うのかな、あ、ですかね、まあでも一緒、イメージ的にはそれを4個ぐらいつけたよ、ね、うん、4枚貼り合わせた感じですね、うん、うん、4枚モザイクって言ったら実は、うん、つなぎ代があるんで、うん、あ、ね、まあね、本当は4枚モザイクではそのワンショットにならないんだけどね、うんうん、うん、そう、そう考えると、うん、あれは楽しみ、なんといってもやっぱりね、時間短縮になるんでねまあそうですね、うん、うん、ただまあ画角が広くなっちゃうからね、うん、うん、広くなっちゃうというか、まあ言い方すれば広く映せる、うん、うん、そうで広くなると、うん、大体みんなまああれですよ、構図が少なくなってくるんですよ、おお、うん、狭くなればなるほど構図はいっぱいあるんで、あ、まあそれそうですよね、うん、うん、うん、そうそう、だからまあね、1年ぐるっと撮った時に、うん、まあ僕はねもうフルサイズで何年もやってますんで、うん、基本ほら僕って同じ対象毎回撮るじゃないですか、毎年ですね、うん、だからそういうタイプの人はもうずっと使っていけるし、うん、そうそう、いいじゃないですかね、お仲間じゃないですか、仲間ですね、ねえ、 ML29050 友の会、友の会結成しますかね誰か他にいますかね、多分ね、僕らの身近で、うん、意外なとこにいるかもしれないです、いるかもしれないですね、そういう情報をねキャッチしてる、うん、そう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 、うん、でも一緒に買いに行ったんですけど、ね、え、一緒に買いに行ったそうかそうか、あ、つかこのトークでもバラしちゃってるか、暴露しちゃってるか
あれどうだったかな、まあまあ言ってないやったら、うん、また届いた時にね、それはじゃあまた、そうそうそう、うん、いいですね。いつ届くんですか。わかんないです。わかんない。うん、2ヶ月ぐらいですか。うん、まあ年内に届けばいいですね。そうです、ね、最後ほらね、そのまあメーカーが、うん、駆け込みでここまで間に合わせようっつってバッとこう発送してくれたらいいよね。ああ、うん、でも来た頃には、ね、うんうん、銀河しかいないんでしょ。いやどうそんなことない、そんなことない、うん、まだね、うん、まだ結構取れますよ。そうかな、冬の対象、うん、12月1月はね、うんうんうん、まあもちろんそのほら2時とか過ぎてくるともう何もないんですけど、うんうん、それまではいけますよ。そうか、うん、うん、いやでも年末年始ね、カメラあるとないで違うでしょ。まあそうですね、うん、ダークの、まあ、今のもまあね、あ、まあね、あるはあるからいいんだろうけど、うん、そうそう、今はどっちかっていうとその望遠鏡のイプシロンのね、ええ、あの調整がうまくいかないので、ああそこね、うん、そこが気になるよね。そこですね、うん、まあね、次お会いした時にそこちょっと、うん、見せてくださいよ。見せますよ。ねえ、うん、見てください。うん。イプシロンで今まで使っててね、うん、うわこれが一番シャープだなっていう時、そのマックスの時ってありました？うん、いやでも何ね、何かがありますよね、うん。完璧なのはないですね。完璧なのはない。あ、はい、結露してたりとか。あ、でもね、イプシロンにはまり込んでいく人って。うん、たまにこう訪れるピーク、すんごい製造、はいはい、うん、これを味わったからもっといけるだろうって思っちゃう。あ、うん、まあ、だから自分の中ではピークだと思ってても後から見たらね、ええ、あ、やっぱりよく見たらちょっとね、まだまだ上がある。あ、なるほどね、うん、まあちょっと目が肥えてくるというか。あ、そういうことですね、うん、いや、 やっぱりすごいじゃないですか、シャープ的には。シャープ、ねえ、うん、あれが毎回安定して出せれば本当ね、楽しいでしょうね。楽しいでしょうね。楽しいし、うん、それが当たり前になっちゃったらね、うん、もう製造の追求とか工事の追求せずに、多分ね、僕は、うん、夜ね、あったかい飯をどうやってこう火ね、うん、沸かしてとか、うん、そっちの方に走りますよ多分、うん、いかにこうね、楽しんで遠征遅れるかみたいな、うん、やりますよ多分、うん、そういう余裕が今まだないからね、はいはい、僕は。ちょっと犬が今ね、はい、餌欲しがってるんですか。ちょっと、え、いや、犬も出してください、トークに参加。ちょっと待ってください、はい、これダメだ。トークに何もし、あ、大丈夫ですか。どうされたんですか。ちょっとね、うん、ゴミ袋はあさろうとしてたんで。ああ、それはさすがにまずいだろうと。うん、なるほどね。あ、やっぱお腹空いてんだ。うん、いやでも、うん、そう、うん、何でしたっけ、何の話でしたっけ。イプシロンです、ね、うん、結局全部極め切っちゃったら、うんうん、まあ僕はそんなことないけど、極め切ったとしたらいつでももうドライなね、うん、もう本当ノイズみたいな製造が出てくると。うん、そんな日には僕はもう撮影系の注力はせずに、どこにそのモチベーション向けるかって言ったら、ね、ちょっと車ね、プチ改造してみたりとか、うん、あとなんかこうね、食べ物にこだわったりとか、そっち系に走るかなっていう。なるほどね、うん、まあ、そういうお家でした。はい、はい、うん、またほら残り1分切りました。はい、はい、うん、まあお互いにうん、これを買うぞっていうのがね、昨日、うん、まあね、ぼやーっと言ったけど、今はもうこれ機種言いましたよ、ねえ、言っちゃいましたね。そうですね、どっちが先に手にするか分かんないですけど。そうですね、うん、まあね、ちょっとずつこう小出しにね、うん、レビューしていきましょうよ。いいですね、ねえ、はい、ということで今日もカメラの話をさせていただきました。井之助さん、ありがとうございました、はい、なんか終始元気なかったですね。ありがとうございました、はい、なんか変な終わり方でしたけど、はい、本日は以上となります。ありがとうございます。